では早速ご覧いただきましょう。 VTR ビートオン。皆さんこんにちは、ももです。今日最初に紹介させていただくイベントは3月28日29日に開催された梅小路フェス Do You 京都です。オーガナイザーはビートライブでも何度かコラボさせていただいている京都のシンガーソングライター秋人さんです。はい、このイベントのテーマを教えてください。テーマはもうズバリエコですね。まあ、Do You 京都という言葉、まあ、この言葉がですね、2005年、ね、京都から生まれまして議定書から、そして、今年で10年目ということで、で、まあ、エコーテーマに、この環境の、イベントが行われました。ところで皆さんはDo You京都の意味をご存知ですか？地球温暖化防止を唱えた京都議定書にちなみ、京都は都市の名前を超えて環境にいいことをするという代名詞、動詞として世界で使われるようになりました。 Do You京都とは環境にいいことしていますかという意味の合言葉になるわけです。そしてエコに対する関心をより多くの方に持っていただくため、 Do You京都をテーマにフェスやライブが開催されています。そんな梅麹フェス Do You 京都の特設ステージを盛り上げるために、プロから市民アーティスト、ご当地マスコットキャラも登場。そしてビートライブからはダンス、ダブルダッチ、モモライブのチームが参加しました。それではダイジェストでご覧いただきましょう。こちらは3月29日日曜日のステージです。あいにくの雨模様にも負けず元気いっぱいのパフォーマンスを見せてくれました。はい、みんな頑張りました。遡ってこちらは3月28日土曜日の様子です。天気も良くて梅麹公園は多くの人でにぎわっていました。絶好のフェス日和の中、特設ステージをバッチリ盛り上げました。Yes.
イベントの告知などあれば教えてください。はい、ありがとうございますね。今日やったように今日はフェスドゥユー京都っていうね、あのお祭りのようなイベントやったんですけども、いつも、今年で8回目になる、ライブドゥユー京都が5月の31日、東山の丸山野外音楽堂でねやりますので、すごいメンバーです。池田聡さん、中西圭堂さんね、チューチュートレンの、そして今回は、サンプラザ中野くん、爆風さんね、の方が来ていただき、もちろん僕も、出ますので、他すごいアーティストが勢ぞろいなので、ぜひ5月の31日、丸山野外音楽堂に来てください。ビートライブ TV。 今回のエコイベント、特設ステージをうまく盛り上げられたでしょうか。これからもさまざまなイベントに参加して、ダンスや歌で会場を盛り上げられたら幸せです。 CM の後は滋賀県大津市の舞台へ。チャンネルはそのまま。少年が恋をしてパパになってジージになるまで、映画でエンジョイ、 T ジョイ京都。